トレンティーノの戦いは、1815年5月2日から3日にかけて、ナポレオン国のトレンティーノ付近で行われた戦闘。ナポレオン戦争末期の100日天下の時期に、ナポレオン派のナポリオジョアッキーの一世がウィーン会議で、自らの王位が剥奪されようとしているのを、阻止するために、オーストリア帝国に宣戦線復刻したが、次第に、戦況はオーストリアに有利になっていた。 決戦となったトレンティーノの戦いはオーストリア軍の対象に終わりナポリオ王国にボルボーネアサが復活する契機となった。1815年4月末までにミュラは戦争初期に得た優位を失っていた。アダム・アルベルト・フォンナイ・ペルクとフレデリック・ビアンキの率いるオーストリアの2軍団がアペニン山脈の両側に分かれて進撃してきたため、 ミュラはまず西側のビアンキ軍を撃破した後にすぐさまナイペルク軍に当たるという作戦を立てた。これはワーテルローの戦いの前にナポレオンがイギリス軍、プロイセン軍を続けざまに破った作戦に似通っている。トレンティーノ付近でビアンキ軍と衝突しようと考えたミュラはナイペルク軍の進軍を妨害するためミケーレカラスコサ率いる小部隊を派遣し、自らは本軍を率いて、 トレンティーノに向かった。4月29日、オーストリア方のハンガリー景気兵の先遣隊がトレンティーノを吸収し、ここに駐留していたナポリ軍の小部隊を破った。これに続き、オーストリア軍前衛にトレンティーノを確保されたため、ミュラはマチェラータの北東に布陣した。ビアンキはミュラの策を看破し、逆にミュラの作戦進行をできる限り地帯させる方針を取った。 オーストリア軍はサンカテルボ協会を起点に、防衛線を張り、ランチア城、マエスタ協会、イヨハネ協会に部隊を置いた。決戦を急ぐミューラは、ビランキ軍に向かって進軍し、両軍は5月2日に衝突した。5月2日の夜明け、スフォルザコスタへと伸びる谷を挟んでの砲撃戦によって、先端が開かれた。ミューラは先にトレンティーノを制圧していたオーストリア軍の不意をつく。 ことに成功した。ナポリ軍はスフォルザ・コスタ付近で敵の司令官ビアンキを包囲し、捕らえかけたが、住んでのところで、ハンガリー系騎兵の一部隊がビアンキを救出した。朝になって、ナポリ軍はポンレンツァに集中し、激しい戦闘が繰り広げられた。この日の戦闘は、オーストリア軍の前哨基地ランチア城付近で展開し、何度も形勢が変わった。 二日の戦闘が終わった時点では、ナポリ軍が若干優勢でモンテミローネなどの地を確保していたが、オーストリア軍も堅牢な防衛体制を維持していた。翌三日の朝は霧が発生し、朝七時まで戦闘開始が遅れた。まず、ナポリ軍はランチア城やカンタガロの丘のダッシュに成功し、ここを拠点にオーストリアの防衛線に何度も攻撃を仕掛けた。 ミュラのこのエレン隊を含む、不評隊は、モンテミローネを駆け降り、オーストリア軍左翼に突撃した。しかし、ナポリ軍は、敵の騎兵による反撃を予想して、砲人を組んだが、これが失着だった。騎兵突撃は行われず、代わりに、オーストリア不評と砲兵が激しい一斉射撃を浴びせかけた。オーストリアの将軍ヨハンフリードリヒホンモは 自軍右翼へのナポリ軍の攻撃を跳ね返し続け、ついにナポリ軍はポンレンツァに退いた。さらに悪いことにスカペッツァノの戦いでナイペルク軍がカラスコサ軍を破り、こちらへ近づいているという報告や、イギリス海軍がシチリア軍を南イタリアに上陸させてミュララの後方を脅かしているというデマがミュラのもとに届いた。実際にはイギリス海軍は ミュラの気づかぬうちにナポリとアンコーナの封鎖に動いていた。ここでミュラは撤退命令を出し、戦闘はオーストリア軍の勝利に終わった。ナポリに逃げ帰ったミュラだったが、陸からオーストリア軍が、海からイギリス軍が迫る状況ではもはや手立てもなく、ついにデンマークの船乗りに変装して、コルシカへ脱出した。1815年5月20日、オーストリアとナポリは、 カサランツァ条約を結び、フェルディナンド4世がナポリオに復帰した。ありがとうございます。